っこいいパフォーマンス見せて皆さんのこと楽しませるし、もう本当にね、後悔のない、本当になんだろう、もうね、とりあえず後悔をさせる気はないということですね。ないですしね、はい、本当にだから絶対2月16日に予定を決め、ここからはね結構遠いかもしれないんですけども、絶対に後悔させないので、ぜひ第2月16日予定を決めて東京ゼップ新宿に遊びに来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そしてこの後私たちは特典会を行わせていただきます。先ほどのゼップ新宿のチケットも特典会にて欲しいですって言ったらもらえるので、ぜひ手に取ってもらえたら嬉しいです。そして今日初めて見てくれたよって方いると思うんですけど、チェキがなんと1枚並ばずに取れちゃうので、ぜひお話しに来てください。今日は皆さん一日ありがとうございました。皆さんのおかげでとっても素敵な一日になりました。この後帰りも寒いのでどうぞお気をつけてお帰りください。今日はありがとうございました。それでは以上、私たちカンナギラビッツ